こんにちは、あやなんです。今日はなんとインスタグラムでね、私がなんか質問を募集したら、あやなんの毎日メイクが見たいって言ってくれる子がいて、結構前に3回ぐらいあげたことあるからもう需要ないのかなと思ってたんですけど、まだ新たにね見たいって言ってくれる子がたくさんいたので、今日は毎日メイク4回目やっちゃいたいと思います。あーすごい大事な筆をサカサカでガーンっていって、こう毛先がパサパサってなんで、ポンスが今幼稚園行ってて、だから今日はちょっと福丸と午後ブン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 福丸と午後ブン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 見て、この人本当にほら何やってんのとか言うと笑うの。もう完全にいたずらっ子の血です。今日はね、そうだから午後はぷくまるとゆっくりしてるから、メイク動画もこうやって感じでね撮っていきたいと思います。ぷくまる、ぷくまるボーイ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 、あ、これやばい、永遠これで終わっちゃう。ぷくまるボーイ、楽しそう。ぷくまるボーイ、ぷくまるボーイ、ごめん。はい、ということで、いつも私が使っているメイクぐちゃぐちゃボックスでございます。見てください、このぐっちゃぐちゃ具合、これがね、もういくらやってもやっても絶対にぐちゃぐちゃになる。絶対そう、でちったなんだよね。本当にいつもやっている感じでやっていきたいと思います。最近、食べた？食べたの？食べたの？ダメでしょ？いつもは朝起きたら、なんかこうスチーマーみたいなやつで、朝マスクみたいなのあるじゃん。サボリーノ。そう。朝マスクをビターンって貼って、で、ふーんみたいな、クイックオンデーみたいな。それでなんか肌がいい感じになりますよみたいなやつを使ってます。で、今ね、私本当に肌がすっごい荒れてて、見えるでしょ？もう目したくないんだけどさ、もう最悪の肌状況。はぁ、あ。あ、そう、模様替えしてさ、ちょっとこうソファーをね、今までさ、一段だったのをこう二段にしたんだよね。で、これちょっとわかるかな？テレビに反射させたらわかると思うんだけど、こういうやつ使ってる。このなんか、ドンキに売ってたんだよね。これで TikTok 撮れるもん。いいな、知らないぞ、つぶってけた人、なぎ、さらでお刺身嫁。はい、もうどんどんやっていくよ。まず最初に、もろもろのね、なんか化粧水とかそういうのをペッペッペってつけたら、本当にこだわりない。マジこだわりなくて、でもなんか基本的に保湿みたいなやつを使っています。最初にまず使うのが、ポール&ジョーの、いい。ポール&ジョーの、モイスチャライジングファイナンシャルプライマー、美容液スタジオビザーバルスタイルナンバーワンです。なんで撮ってんの？これをこういう風にちょんちょん2プッシュくらいですね、こんぐらいつけて、お、取ったな、持って、ほら持って、持って、持って、やった、お、取ったな。これをですね、ビシャーンってやって、ビシャモンってこんな感じですね、ビシャモンってこんな感じでつけていきます。もう適当です。下地を塗り終えました。で、下地塗り終わったら、まぁ、ちょっとなんか気持ち時間置く感じ、なんか乾かすっていうか、ベタベタのまま次塗るとなんかよれるからさ、なんか乾かすようにしてます、なんとなく。そしたら次、ファンデーション、クッションファンデーションを塗ります。私が使っているのはジョンセンムルかシスターアンっていうやつか、ボビーブラウンか、シュー上村。これでもちょっとよれる。私的にはなんかこれ、崩れちゃう感じがあるから、めっちゃ薄くつけるときに使ってる。今日はちょっと撮影を夜したいので、崩れたくないなって思うから、ジョンセンムルかな。ジョンセンムル本当に好きなんだよね。これ韓国コスメなんで、知ってる？知ってるか。で、今日、薬局に行ったら、初めて聞いたんだけどさ、2AN っていうクッションファンデが売ってて、なんかすっごい良さそうだったから、買っちゃいました。はい、これすごい。これどうかな？じゃ、ジョンセンブルも使いたいんだけど、今日これ買ったからこれちょっと使いたい。はい、これ。はい、これなんか。あ、でもなんか良さそう。なんか良さそう。あ、これめっちゃ良さそう。
あとは崩れないでくれれば結構なんかめっちゃいい感じする。私メイク動画だんだんちょっと慣れてきたな。やばい、こなれ感だ出ちゃってる。最近コンプレックスなんですよ。ういういしさがなくなってるっていうね。本当にさ、肌が荒れてるとさ、もうなんか何もやる気が起きないよね。プツ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 さ、またお前出てきたんかみたいな。この間までちょっといてさ、また消えたと思ったらまた来たのみたいな、しつこいやつがいっぱいいるんですよ、フェイスラインに。私も今年で29になります。次、そういえばね、今ね本書いてて、私次の29の誕生日にね出そうと思ってんだよね。いろんなことを書こうと思ってて、普通さ、そういうのってさ、発売するときに重大発表とか言ってやるじゃん。小出しにしていくわ、私は。今書いてんの。今、ファンデーションをし終わりました。はい、それもこれも乾かしますね。次は、コンシーラーを塗ります。コンシーラーは3の、コンシーラーの底に穴開いてんだけど。なんか小爆弾ここに仕掛けられた。バーンって爆発してる。え？何があったらそんなことになるの？わかんない。もういいや。これで、まあなんか目の下のちょっと若干、わーみたいなところを隠します。やばーみたいなところね。そんなにやってない。ちょっとだけやってる。そうしたら次にパウダーをやります。パウダーはもうずっと変わってないんですけど、ジバンシーのプリズムリーブルルースパウダーというものになります。これがなんかすごい、なんか私は好きなんですよね。うん、めっちゃ好き。かエレガンス、よくみんなが使ってるそれをね使っております。てか私すごい髪伸びたんだよね、今までで一番髪長い。何もついてないエクステとかすごくない？顔面白。続きまして、チークをやっていきたいと思います。はい、ね、さっきね、薬局で買ってきた、またこれも。メイクする美容液シリーズ。光をまとうクリーミーなテクスチャーがさらりと溶け込み、センシュアルなツヤをっていう、買いたくなるっていう言葉選びですね、これ。こういう言葉選びを勉強したいね。私だったら、なんか、ツヤっとしてて、なんか、キラッとして可愛いですとかしか言えないから、クリーミーなテクスチャーがさらりと溶け込み、センシュアルなツヤを。こんなの言えんのすごくない？いいなぁ。チークむずい、チークむずい。チークむずい。こういうチーク難しい。あ、なんか赤くさ、なりすぎちゃった気がする。まあいいでしょう、まあいいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。こんぐらいだったら、まあ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 ね。ツヤっと系になりました。結構でも私、チークを濃く入れるのが好きなんですよ、昔から。なんかその方がなんか、ギャルっぽいなと思って、結構チーク濃いめなんですよね。こうやって人にメイクを見られると、あーちゃんもっとこうした方がいいと思うよっていう意見をもらうんですよ。それが嬉しかったりちょっと悲しかったりするんだけど、参考にしてね取り入れていきたいと思っております。お手柔らかにお願いします。はい、続いてハイライトをやっていきたいと思います。ハイライトはこちら、マックを使っています。これはもうずっとお気に入りで、もうずっとこれもチュンコロリン、チョンコロリンヘアとかやりながら、やってた時代らへんから使ってた気がします。で、ハイライトはね、私はここに、ここに、まず入れるじゃん。さあ次に、次こっち。ここに鼻に入れる。先っちょだけ。ここ。と、ちょっと最初に、ここら辺を明るくしておく。あと、ここ。あとここ。もう適当にね。続いてはですね、次はアイシャドウにしようかな。アイシャドウはいつも適当。本当に。なんか、これか、これ。か、ルナソルの、これか、か、これ。トムフォードだね。今日はどうしようかな。なんかベースはトムフォードのここが結構好きで、ここでまず一旦、まぶた全体を明るくしていく。私全部指派なんだよね。指でやる派。ちょっと最近ピンクキラキラ系にハマってるので、まあ、このあたりをこうぐちゃ混ぜにして、ビチャーってつけていく感じですね。薄く。え、なんでみんなそんな上手にさ、化粧動画撮れんの？意味わかんないんだけど。無理？あ、できた。しかも大体化粧動画撮って化粧した日は、ちょっと濃すぎちゃうんですよ。
ちょっと濃いめに塗んないと伝わらないなって思って濃いめにやったら、あれなんかすんごい化粧今日濃くねってなっちゃうんですよね。下まぶたはもうキラキラ多め。下まぶたも絶対キラキラ。下まぶたも結構ピンクをこう広めに塗ります。だいたいまぶたをなんかピンクっぽく、上と下ピンピンクみたいな感じにしたら、もうね、これも絶対つけるんだけど、これです。ボビーブラウンのキラキラ。リュクスアイシャドウリッチスパークルっていうやつ。もうリッチスパークルって言っちゃってるから自分で。こんぐらいキラキラするんですよ。だからこれをゴリゴリゴリって取って、見ててね。ほらほらーここほら全然ほら違うでしょ、このリッチスパークルでしょ。もうこれをつけるとなんか、もう私のテンションが上がるんです。上まぶたにもちょっとキラを足します。鼻のシャドウ。ちょっとさっきやれよって感じなんだけど、まあ、順番はもうぐちゃぐちゃでいいや。何がどこに入ってくるかな、あった。これ。このケイトのよく見る3色のやつですね。ここだけ。ここでちゃんちゃんぐらい。で、この鼻の、ここ。ふん、みたいな感じで、入れます。ちょっとなんか高くなったかな、みたいな風に見える時があります。ここにもちょっと入れます。アイライナーです。ラブライナー、私これ大好きです。最近新しく出ていた色で、なんかグレーアッシュみたいな、なんかそんなような、これ何番だ、 1E1 って書いてあります。これで上のラインを引きます。で次、玉ぶたのここにね、ちょっとこうやってオーバー目に引きます。これは薄茶色みたいな色です。 OK1 って書いてある色です、ラブライナーので。なんか爪でぼかす。リューラーとマスカラをやります。リューラーはどこのかわからないんですが、あ、 RMK って書いてありました。あれ、さっきぷくまるが持ってた気がするな。持ってかれたか。すぐ私の化粧品を持っていきやがる。ここで水を飲んでいく。ありました。はい、マスカラなんですけれども、マスカラは B アイドルのね、流し目グレージュっていうやつを使っております。最近もうあかりんの出す化粧品ってさ、名前がすごいいいよね。こういう顔になるんだけど、マスカラの時見たことない顔しない。下の次もやっと目元が終わりましたので、次眉毛に移動していきたいと思います。え、ちょっと一個やりたいモノマネあるんだけどさ、やっていい？今ここで出していいかな。ちょっと一応やっとくね。この流れでやっていいかわかんないんだけど、めっちゃやりたいモノマネがあるの。てか最近覚えたんだけど、千と千尋の神隠しで、あの千尋が顔なしと一緒にゼニーバのところにね、行くのに、でリンに送ってもらって、で途中からもうリンは行かないで、顔なしと千尋だけでも行くよっていうところがあるじゃん。あのリンが千に言ったセリフのモノマネです。ちょっとごめん、マジで音量注意だから音量下げて。遠くにいる千に向かって言います。遠くに千いるよ。これ似てない？ちょっと誰か似てない？似てない？似てるよね？ねえ、似てるよね？これ、ちょっと見てて、え？ちょっと真似できそうと思って、不意に声出してみたんだけど、そしたらうーくんに大爆笑してもらえて、めっちゃ嬉しかったっていう思い出。あー、うーくんに全然会えてない。でもうーくん昨日一緒に寝たんだけど、夜にもつ鍋食べて、ニンニクをカップ半分くらい大量に入れたらしくて、普通に死ぬほど臭くて、もう無理って思って一緒に寝れられなかったんだよね、昨日帰ってきたのに。いつも一緒に寝るんだけど、マジで臭くて、久しぶりに別の部屋で寝た。くっさくて。もううんこみたいな。うんこが出てんじゃないかっていうくらいの匂いがして。はい、次眉毛行くんですけど、ちょっと眉毛はちょっと毎日私気になるから抜いちゃうんですよね、結構。なので今日も抜いていきまーす。適当に。眉毛って抜かない方がいいよね。抜かない方がいいよって言うよね。なんで？たるむから？
やだ、私抜いちゃう。たるんでもいいから抜いちゃう。マジでさ、なんか、今っていうタイミングでやりたくなるんだけど、これ。眉毛はですね、エクセルパウダー&ペンシル、アイブロウ EX というものを使っております。これの PD13 番です。いくよ。いくね。濃くなっちゃった。眉毛はね、いつまで経ってもうまくならない。本当に一番苦手ブンブン。苦手ブンブンって言ったよね、今。苦手ブンブンなので、もう適当にやります。いいです。芝居の嫁なので。あの人の眉毛、ブロッコリーみたいなんで。ウークの眉毛に比べたら私の眉毛なんて全然いい方です。アイマスカラ、眉マスカラを塗っていきます。なんかちょっと眉毛濃いかも。まあいいや。ちょっと濃くなっちゃったかもしれないんですけど、あんまり気にしてません。あ、意外といけてますね。こういう感じになりました。え？終わりじゃね？あとリップか。リップクリームをします。リップクリームは最近、ロム&のジューシーラスティングティントっていうやつの25番です。これをつけて終わりかな。はーい、終わりでーす。これがあやなんの毎日メイクでした。で、見て、これ。可愛くない？なんか。あ、映んないじゃん。意味な。はい、ということで、私の毎日メイクでございます。今のね、なんか、こだわりとかはあんまりありません。それよりも、早く、シミとニキビがなくなってほしいなと願うばかりです。結局、メイクをいくらやったって、おいで。あー。ごめんね。結局ね、メイクっていうのは、あの素肌の綺麗さでもう100にも0にもなると思うんで、素肌の綺麗さが結局大事だよね。大事だよね。えり？めっちゃいたずらっ子が戻ってきたな。それダメなんだよ、トゲトゲだから。あ、それ取ったんですか。ああ取ったの？キラキラだね。こういうのが楽しいんですね。見てこの透明感の違い。ほら、私はくすみババア、あなたはプルプル一歳。ババアと言えどまだ28です。にぃプグマルボーイさん、プグマルボーイさん、プグマルボーイさん。はい、霜降り明星のせいやみたいな前髪になりました。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。あ、そうだ、インスタで募集した時になんか、あの、私さ、マジで自撮り得意なの。自撮りのちょっと撮り方教えるわ。ちょっと待ってね、一回じゃあ自撮りの画面に切り替えます。これがね、アプリの画質です。アプリの、設定画質で、この遅れ毛をもう最高級に利用するんですよね。で、私、鼻の穴大きいんですよ。鼻の穴ちょっと見たらわかると思うんですけど、でもこれもちょっと加工で、若干、鼻の穴をちっちゃくする加工をかけてて、あと小顔の加工もかけてます。多分、もう歴然としてると思うんですけど、福丸の顔で比較するとわかるかな？目の大きさもね、結構大きくし、ちょっと大きくしてて、はっきりするようにしてるんだけど、まあ、このぐらいの設定で、大体はコンプレックスの側の髪の、あの、遅れ毛を超多くして、で、ここに添えますね。で、手この辺に添えますね。で、あたしかわいい。この顔です。この顔をしてしまうと、もう本当に誰っていう感じになります。もうアイドルのような表情。あたしかわいい。で、カメラがあったら、カメラの目線よりちょい下を見るんですよね。このカメラの目線と、ちょっと下。こっちカメラ。ちょっと下。下の方が、なんかこう、あ、かわいい、小動物みたいな感じで映る気がするんですよね、私的に。ムクマルボーイー、せーの、イェイ、せーの、イェイ、イェイイェイって言ったでしょ、今、イェイって。はい、ということで、今日はこの画質で終わろう。皆さん見てくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。これ何？サブちゃん？サブちゃんだよね、サブちゃん。バイバーイ。
イエーイ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 何